セレッソ大阪の山口大太郎です。僕のマイベストチームはフォーメーションは 4-3-3 です。ゴールキーパーは中村浩輔選手。至近距離だったりとかそういうボールへの反応がすごいものがあったなと思うので、 AOC の選手、攻撃的な選手ですし簡単にボールを取られないんで、センターバックは庄司選手、本当に鹿島の堅守を支えていると思うので、1年間通して本当に無駄のない安定したパフォーマンスをしていると思います。もう一人は牧野選手で、代表ではセンターバックでやってて、センターバックが本当に合ってるんじゃないかなと思いますし、前に出る強さも、読みの鋭さもあるし、最後本当に体を張れるっていうところが、僕は一番好きです。左サイドバックは吉田豊選手で、ガツガツボールを取りに行く姿勢というか、ボールを取られた後もすぐ切り替えていく、あの姿勢が、本当に好きですし、じゃあ中盤はサイドハーフは中村健吾選手で、ポジション取りだったり、すごく嫌な位置で、取ってましたし、やっぱり、川崎の攻撃を、操ってたのが、中村選手だったんで、もう一人はレオシルバ選手。ボール奪う能力、運ぶ能力っていうのは本当に高いものがあって、自分も本当にお手本にしているところはあるので、中村俊輔選手対戦した時かな、多分自分が自分でミスって、もう本当にすごい決定的なカウンターで、もうゴール前流し込むだけっていうシーンまで行ったところで、そこにスライディングして帰ってたのが中村選手であって、やっぱりそういう姿を見て本当にこの人はすごいんだなっていうのを感じました。右サイドは伊東純也選手で、一番魅力的だったのはやっぱりこう一人でボール持った時のカウンターのスピードが本当に速くて、泣き倒していくっていうイメージがあったんで、センターフォードは得点王の小林優選手で、シュートの決定率も、高い、かつやっぱり、ポストプレーもうまいですし、対戦した時に本当に嫌だった印象があるので、川崎の家永選手で、本当にフィジカルもすごいしテクニックもあって、やっぱ見てて本当にこう素直にこうすごいっていう言葉が、出る選手だと思うので選びました。